ザ・ステープル・シンガーズ。ザ・ステープル・シンガーズは、米国のゴスペル、ソウルグループ。1940年代後半にギタリスト、シンガーのローバック・ポップス・ステープルズが、彼の子供たちと結成した。当初は、ゴスペルグループであったが、60年代以降ポップスや、ロックなどの要素を積極的に取り入れ、成功を収めた。メイビス・ステープルズが、ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第56位にランクインしている。ローバック・ポップス・ステープルズは、1936年に、シカゴに住むようになってから、トランペット・ジュビリーズというグルーに参加し、教会でゴスペルを演奏していた。1948年頃、彼の娘のクレオサ、メイビス、息子のパービスと共に、ポップスはステープルシンガーズを結成、中西部の教会を中心に活動を展開するようになった。1953年、彼らのレーベル、ロイヤルより、テーゼゼアーでレコードデビューを果たした。続いて翌年、ユナイテッドより、シットダウンサーバントをリリースした。1956年には、BJ レコードと契約し、アンクラウディーデーや、ウィル・ザ・サークル・ビー・ブロークンなどの名作レコーディングを残した。1962年まで BJ に在籍した後、リバーサイド、エピックと渡り歩いた。この頃からゴスペルにとどまらず、時代の流れを受けて、フォーク的なアプローチを取ったり、ポップスやロック的な要素を積極的に取り入れたりと、そのサウンドは広がりを見せるようになる。また、公民権運動の盛り上がりとともに、彼らの歌もメッセージ性が強くなっていった。エピック時代には、バッファロー・スプリングフィールドのカバー、For What It's Worthがヒット。1968年、彼らはメンフィスのスタックスレコードと契約。1970年には、パービスが脱退するものの、ステープル姉妹の一人ボンヌを加えて、活動を続けた。スタックス時代には、計6枚のアルバムをリリース。リスペクト・ユア・セルフ、全米12位や、I'll Take You There、全米1位、If You Are Ready、全米9位など、数多くの大ヒットが生まれている。1972年8月20日、ロサンゼルスメモリアルコロシアムで行われた、スタックス主催のコンサート、What's Staxに出演。コンサートを撮影した映画、What's Stax、スタックスコンサーは、翌年1973年に公開される。1975年、スタックスが倒産したことにより、グループはカーティス・メイフィールドのレーベル、カートムへ移籍。同年10月、メイフィールドのペンによるシングル、Let's Do It Again を発表。シングルは、ビルボードのポップチャートとソウルチャートそれぞれにおいて1位を獲得した。同作品は、同名映画、邦題、シドニー・ポワチエ、一発大逆転の挿入歌であり、サウンドトラック版も発売されている。1978年4月に公開された、ザ・バンドのドキュメンタリー映画、ラスト・ワルツに出演。1968年のアルバム、ソウル・フォルク・イン・アクションで取り上げていた、ザ・バンドの代表曲、T・ウェイトを演奏した。映画で使用された、ステープル・シンガーズの演奏シーンは、1976年11月に行われたコンサートからのものではなく、後日、MGM のサウンドステージにて収録されたものであ。彼らは、1994年のアルバム、リズムカントリー&ブルーズでも、マーティー・スチュワートと組み、この曲を再演している。1976年から1978年の間には、ワーナー・ブラザースレコードに在籍し、計3枚のアルバムをリリース。ワーナー時代はグループ名からシンガーズを落とし、ザ・ステープルズを名乗った。以降、20世紀、フォックス、プライベート・アイなどのレーベルで作品をリリースし、1984年のスリペリー・ピープルなど、いくつかの小ヒットは生んでいるが、スタックス時代の成功を再現するには至っていない。1999年にロックの殿堂入りを果たし、受賞式でのプレゼンターをローリン・ヒルが務めた。2000年12月19日、ポップスが転倒による脳震盪で亡くなってしまい、グループは活動を停止した。メイビス・ステープルズは以後ソロで活動を続けている。2005年、グラミー賞の特別功労賞を受賞。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。